メタノピュルス・カンドレリは、深海の熱水噴出口などに生息する、グラム陽性肝菌ベニ性腱気性の超高熱メタン菌である。複数の培養株が知られるが、いずれも摂氏100度を大きく上回る温度での増殖が可能。このうちの一つ、ストレイン116は、2009年現在知られている。中では最も高温で増殖が可能な生物であると、報告されている。 メタノーピルスに属すのは、メタノーピルスキャンドラライ一種のみである。また、この属のみでメタノーピュルスズナを構成する。学名の由来は、属名が、メタンウム、パイロー、アス。種商名は微生物学者、オットキャンドラーへの県名で、そのラテン語名キャンドレラスを属格としたキャンドラライ、カンドレリーが採用されている。ラテン語として、語形成を行うと、 メタノーピルスキャンドラ雷ラとなり、全体として、カントラーサの、炎を好む、メタン菌といった意味を帯びる。ブラックスモーカー生息する場所は、深海の熱水噴出口、特に中央海嶺金棒である。具体的な場所としては、1991年に、カリフォルニア湾の海底2000メートルにある、ブラックスモーカーより発見された。また、 インド洋中央海嶺の水深2450メートルなどからも発見されている。基準株 AV19 株による記載では、生育温度84摂氏110度、指摘生育温度摂氏98度に達し、メタン菌としては、高熱性、耐熱性ともに最も高い。また、2008年に、独立行政法人海洋研究開発機構の 高い県らによって新たに報告された別の116株は常圧下では摂氏116度まで増殖が可能だが生息条件に近い200から400気圧に加圧することにより摂氏122度で増殖が可能なことが確認されたこれは同じ個細菌であるパイロロブスフマリーの持つ摂氏113度ストレイン121の摂氏121度を 上回っており、確認されたものとしては最も高温での増殖記録である。摂氏130度3時間のオートクレーブにも耐える。外観は普通の肝菌で、太さ0.5マイクロメートル、長さ2から15マイクロメートルほどの大きさである。一方の極に弁網を持つ場合が多い。細胞壁は、シュードムレーンより構成され、その表面を S 層が覆う。 このシュードムレーンと呼ばれる構造は、比較的、珍しく、古細菌の中でも、メタノピュルスと、メタノバクテリウムズなのみに見られる特徴である。特に、シュードムレーン S 層の構造を持つのは、メタノピュルスを除けば、増殖温度が2番目に高いメタノテルムス属の仲間、だけである。グラム染色では、グラム陽性に染色される。細胞膜は、ジエーテル型である。 栄養的には、嫌気条件で水素と二酸化炭素からメタンを合成する典型的なメタン菌と言える。窒素固定などもすべて自前で行う。他のメタン菌のように偽酸や酢酸、アルコール類を代謝することはできず、水素の海を利用している。系統的には16へするな系統解析などの結果から、ユリアーキオータモンの中でも最も深い分岐を、 していると考えられていたが、より詳細な解析により、近年は同じシュードムレーンよりなる細胞壁を持つ、メタノバクテリウムズナと近煙とされることも多い。ゲノム配列は2002年に決定された。ゲノムサイズは 1694,969BP、ORF は1,692箇所。超高熱菌としては、一般的なサイズである。ありがとうございます。